こんにちは、平山茂です。今日は7月30日金曜日でございます。現在時刻は12時30分ですね。さあ皆様、金曜日でございます。本日1日お疲れ様でございました。お疲れ様ですね。明日お休みという方は本当に今日1日お疲れ様です。まだ明日も仕事という方は頑張りましょう。お互い頑張りましょう。さあ今日はちょっとね、こんな T シャツ着てますが仕事中です。昼休憩です。ちょっとこの昼休憩を使って今日はお友達に会います。過去にご在所にね登らせてもらったんですけれども、その時のメンバーで小堀くんというお友達がいらっしゃいまして、その彼とちょっとねランチを食べようじゃないかと、そんな企画でございます。本日は2人です今日は久しぶりに2人ということで、ちょっと楽しみですね。そろそろね着くと思うんですけど、あれかな、着きました。ちょっと電話します。今電話をして呼びました。どこから現れるんでしょうか。どうも。はい、一旦入りますか。あ、どっちでもいいんですよ。はい、入りましょうか。車はアイスです。ここいいんですか。奥さんも仕事行ってる。あ、ここ奥さんの。そうです。二つなんですよ。あ、なるほど。じゃあちょっと行きます。奥さん髪染めました。だいぶ前に。あれ、そうでしたっけ。さあカメラ回しました。回しました。どうも皆さん。小堀くんですね。あ、シートベルトしてないですね。アウトですね。回します。これは警察に連絡しましょう。マギーさんのあの YouTube あるじゃないですか。はい。あ、僕あの周りの人も見てるんですよ。できればあのシゲルさんって言ってもらっていいですか。あ、すいません。シゲルさんが、シゲルさんの YouTube が、はい、あ、大丈夫だよみたいな、はいはいはい、あのワードあるじゃないですか、はい、あれがすごい皆さんあのツボらしくて。おー、いいです。真似してる人いっぱいいます、ね。ああ、嬉しいです。そうなんですよ。まあ大丈夫ですからね、結局ね。そうですね。うん。小堀くんもあれだよね、結構そういういろんな、はいはい、SNS を通じていろんな人にね、考え方とか、うん、ね、はい。ちょっとうまく説明できないです。何を言えばいいですか。潜在能力を引き出すみたいな。ああ、そうです。そういうことをやってるでしょ。やってます。やってます。素晴らしいね、20代、20? 今年29ですね。あ、29歳ラスト20代ですね。そうか、多分出会ったのが5年前ぐらいですかね。そうですね、しげるさんとね。え、自由が丘、5年も経ってるんですね。もう5年ですよ。いやでもこうやって5年も経ったけど付き合いがあるっていいですね。そう、あ、いいですね。僕も行ったことはないんですよ。あ、そうなんだ。ただなんか気になる。美味しそうやな、ここなんですけど。あ、これネバーマインドカフェの横にある。あ、の横にある。こっちで。こっちです。これ止めれないでそんな。あ、なるほど。わー、止めるやんな。ここの頭からズボン。はい、柴さん。やってます。やってるね、やってるやってる。柴さん、インドカレーの店柴さんに到着しました。いいですか。さあこれは私のバターチキンのチーズナンのランチになりますね。さあ小堀くんは今日は普通のナンとキーマカレーで、日替わりのカレーとキーマカレーのナンのセットになりますね、はい、ドリンクはラッシー、私はオレンジジュース。さあ食べましょう。あ、ありがとうございます。いらんか。まあまあまあ、ほぼ手で、ほぼ手です。手でいけますよ。熱いんですよね。じゃあいただきます。いただきます。うまっ。うまい。いや、これ食べたかったですよ、ちょっと。いい笑顔ですね。いや、食べたかったです、ほんまに。家近いんで。
ごちそうさまでした。いえ、ごちそうしてもらいました。いえ、全然です。まだまだ。ちょっと今からカフェ行きます。面白かった。お茶しましょう。はいね。また小金神社行きたいですよ。またそうですね、次回。てか全然ビデオ回せるような内容のトークができないね。今日は小堀くんがね、手相見れるということだったので見てもらおうかなと思ったんですが、もうそれよりもやっぱ久しぶりに会うとね、話が盛り上がりすぎてちょっとね、動画を撮る暇もないぐらい。しかも内容もちょっとね濃すぎてちょっとね YouTube には上げられない内容ばっかりなんで、はい、今日はもう解散ということで、はい、またお願いします。また次回お願いします。小林さん、こうです。え、あ、こちら、すいません。今度あれやってください、企画で。愛知、愛知にやってきましたね。え、僕は愛知にやってきました。友達が愛知にやってきましたね。企画もやってください。 YouTube 回すと。あ、と言いますと。いや、僕だから愛知出身じゃないから。はいはい。初めての移住。ああ、愛知観光。愛知移住みたいな。愛知移住で、マギさんが案内する。でも面白いな。あ、いいですよ。企画として。でも小堀くんがここ行きたいですっていうのを行くっていうのは全然ありです。あ、本当ですか。全然全然。名古屋来て1ヶ月もう大丈夫だね。もう大丈夫です。名古屋大丈夫だね。大丈夫です。よかったよかった。心配もありましたけど、まあ、奥さん愛知の人だしね。まあ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 、まあ大丈夫だよね。小堀くん、ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。ちょっとなんかね、ボーリングとか、あ、なんか対決とか。ああ、いいですよ、いいですよ。いいで。ボーリング得意ですか。めっちゃ得意です。あ、いいじゃないですか。そういうのやりましょう。ハイスコア220です。あ、本当。マジで。ハイスコア220まである。あ、じゃあ小堀くんにちょっとチャレンジで。そうです。小堀くんにボーリングチャレンジ企画ということでちょっと近々やりましょうか。はい。またじゃあ出てください。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、また明日ですね、はい、また明日お会いしましょう。平山茂と小堀でした。おやすみなさい。おやすみなさい。